はい、えー。南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えー、日本語教師ブッククラブというツイッター上の、えー、イベントについて話をしたいと思います。まず、Google でですね、えー、日本語教師ブッククラブと、えー、検索してみましょう。はい、えー。日本語教師ブッククラブというふうに検索したところですね。でそうすると、こういうふうにですね、 この Google サイトで日本語教師ブッククラブの流れというのが多分、なんでか知らないんですけど、こういうのが来ます。まあちょっととりあえずこれを開いてみましょう。これが公式サイトですね。はい。で、日本語教師ブッククラブっていうこういう緑色のえ画面が出ればえ大丈夫です。はい。それでですね、えっと、ちょっとまぁ、それがどういうものなのかというのをご紹介したいと思いますね。 こういうふうに上の方に目次があります。はい。で、日本語教師ブッククラブはじゃあまず誰のためなのかっていうと、これは日本語教育に関わる人すべて大歓迎なんですね。ですから皆さんのように南インドで日本語教師をすでに教えている人はもちろんそうですし、これから日本語教師になりたいと思っている人でもいいです。それから育児とか介護とかですね。 そういう理由で日本語教育の現場から離れてしまっている人も大歓迎ですね。で、日本語教,日本語教師ブッククラブは誰が運営しているのか。えっ、ー、と、これは国際交流基金ではありません。まあ、私がやっていますけど、えっ、ー、と、これは国際交流基金の仕事としてやっているわけではなくて、個人の、えっ、ー、とですね、うん、まあ、週末に、えー、ボランティアとして、個人の、あのー、 仕事といいうか個人のボランティアとしててやっています、はい、で日本語教師ブッククラブは何をするのかというとですね毎月1冊ずつみんなで本を選んで Twitter で本の感想を共有しますでこの共有する時に、えー、ハッシュタグ日本語教師ブッククラブこういうハッシュタグを使うわけですねはいじゃあどこに行けば日本語教師ブッククラブに参加できるか これ全部オンラインで、しかもツイッターでやっていますから、もちろんご自宅とか学校とか喫茶店とか電車の中とか、皆さんはどこにいてもいいです。えー、じゃあ日本語教師ブッククラブはいつ開かれているか。これはですね、別に特に決まった時刻というのはありません。えー、毎月一冊本を読みますけど、えー、それは何日でもいいし、何曜日でもいいし、何時でも構いません。えー、その月の始まる時間と終わる時間は、 あの、インド時間を、あ、すみません。日本時間ですね。日本時間を基準にしています、えー。日本語教師ブッククラブに参加するのにはお金がかかるか。えー、もちろんこれは無料ですね。で、えー、はいで。もし、あの、本が買えない人がいたら、あの、貸してあげたりしてももちろんいいと思います。じゃあ、この日本語教師ブッククラブはどういう流れで本を決めたりするのか。それをここで説明しますね。大体、い、えー あの簡単に言うとこんな感じです。1番、えー、Google フォームで読みたい本の提案の公募つまり、えー、読みたい本あったらここに書いてくださいと Google フォームで質問するわけです今、えー、私がこのビデオを録画しているのはこの1番の段階です今週の土曜日までですねでその後、えー、Twitter のアンケートで日本語教師の皆さんによる投票をします えそれで、あの、一番になった本が、えー、次の月の、えー、次の月にみんなで読む本になるわけですね。はい、でその次の月になったら、えー、本の感想を共有するわけです。Twitter にね。で、この1ヶ月が終わったら、皆さんの投稿をまとめます。はい、これをですね、じゃもう少し詳しく話しますね。はいえー、最初は Google フォームで読みたい本の提案の公募。 ということですね。はい。で、毎月20日から最大1週間ぐらいで、翌月、次の月にみんなで何を読みたいか、その本の提案を受け付けますね。これはこの Google フォームで受け付けています。これもちろんここで開くこともできますけど、と、この、あの、日本語教師ブッククラブの公式サイトからもちろん、この、提案フォームを開くことができます。 はい。こういうふうに、まあ、いろいろ詳しく書いてありますけど、ここに本を1冊だけ、えー、本のタイトルを書きますね。で、世界中に、あの、参加する人がいるので、印刷版、えー、つまり紙の本と電子書籍の本、えー、n d l e とかですね、その両方がある方が、えー、皆さんは、えー、便利です。はい。なので、あの、うん。あの、えー、と、両方ある方を選ぶと、他の人に選ばれやすいですね。はい。 で、それからここに推薦理由を書くところもあります。それから値段もですね。まあこれはインドの先生の場合は値段が、あの、ルピーとかになるかもしれませんけど、えー、まあその時はあの、まあ、別にルピーでもいいです。後で私が調べて円に直してもいいですね。はい。あと何ページか。まあこの値段も何ページかも、これ Amazon のページを見ると書いてありますけど、もうこれもわからなければ何も書かなくても大丈夫ですね。 で、ツイッターをやっている人は、ここにですね、自分の、えー、プロフィールページ、ツイッター、Twitter、のプロフィールページのリンクをここに入れて、えー、サブミットするわけですね。うん、はい。えー、それから、その後で、ツイッター、Twitter、のアンケートで、日本語教師の皆さんによる投票をします。これもどうやって、えー、あのー、その4、あのー、 4冊を決めるか、まず4冊の理由なんですけど、ツイッターのアンケート機能は現在、えーうん、選択肢が4つしかないんですね。えー、なので、えー、5冊以上の提案があったらこういう順番で、えー、その4冊を選びますよというふうに書いてあります。はい。で、こうやって4冊を決めたらそれを投票するわけですね、ここをね。はい。で、その後、えー、本をあのい1ヶ月かけて、 えー、本の感想を共有します、はいまあこれはですねあのあのー、この日本語教師ブッククラブっていうハッシュタグを入れれば、えー、もう何でも自由ですその本の感想だったら何でもいいし、えー、質問をしたい人は質問をしてももちろんいいです、はい、で一冊の本を読んで何回この、えー、感想を投稿しても構いません はい、えー。まず本を買ったら、この本を買いましたとか、これから読みますとか、それだけでも結構ですね。はい、で、その後で私が、えー、この Together というね、こういうウェブサイトで皆さんが、えー、書いた感想をまとめます。ちょっと忙しい時はそれができないこともありますけど、できるだけまとめたいと思っています。はい。はい。えー、それで、あのー、 えとこのサイトの、えー、説明はこれで終わりですで、えー。皆さんにお願いしたいのは、えー、このインドの日本語教師の方が、一、えー、つですね、みんなで一つの本を、あのー、推薦して、あのー、提案してほしいんですね。一人ずつではなくて、えー、このツイッター、Twitter、で学ぶ日本語に参加している皆さんで一冊の本を決めて、 そして、その本を、この、日本語教師ブッククラブに提案してほしいと思っています。その時に、ちょっとですね、どこに書いたかな。はい、えっとですね。はい、インドなどにお住まいの方は、ってここに書いてありますね。インドなどにお住まいの方は、amazon.india。それだけではなくて、amazon.co.jp ですね。これは日本の Amazon。 ここでも買うか買うことができるかどうかを確認,確認してほしいと思います何でかっていうと日本で買えない本は、えー、と多分皆さんが選ばないと思うからですねなのでインドでも日本でも買える本を提案してほしいと思いますでその中で一番いい本は何でしょうかそれを水曜日のズームの時に皆さんで話し合ってほしいと思っています はい。それでは私からは以上です。えー、水曜日のズームでお会いしましょう。失礼します。